事務所のそれ移行っていうのは可能性を見てたんじゃなくて、やっぱりお前がまだ新人であり、そのいろんなものがまだされてないっていうのは事実あった中で、それが見えてきたからもう一歩先もう一歩先で、ポンポジもさ、新人からどんどん写真も変わんなきゃダメだし、写真が変わって受けるオーディションも増えて、変わったっていうのも増えてきただろ、まずファッションも増えてきたからな。で坊主にしてみて、もうそのなんかコンポジ新しいの取り行った時に、まだ毛生えてる時に、はい、顔変わったねって一言言われて、あ、坊主いいんじゃないみたいな、してみてどうかと。はい、はい、これ余談言うとね、深夜に連絡してきて、急ぎで相談があります連絡来たメールを本当に事務所に送ろうかなと思います。いや、それはやかだけどまあ良かったと思うし、やっぱ俺思うけど、俺思うても当然の話だから、事務所はプロだから、うん、事務所の意見っていうのはやっぱすごい大事だし、自分が思っているのっていうのは、自分がやっぱりなりたいものとか、自分の追いかけてるものに近いものに自分は理想を持っていくんだけど、実際プロってもう客観視をした中で、モデルとしてプロとしてって考えた時に、お前は今は坊主である、簡単に言うと顔を覚えてもらうっていうのが重要でございます。ちなみにさ、お前このワークショップを受けて半年経つけど、でこの半年で自分が変わったって実感あることってなんだ？ないっす。ない、まあオーディションで緊張しなくなったとか、そんなレベルです。そんなげ？多分。いやでも、あ、でもそっか、あるわ。いやいや、面白い。それは自覚があるかないかの話で。いやでも、なんでオーディションで緊張しなかったのは分かったけど。いや、そんな感じ？なんだろう、評価する人がそもそもいないし、まだ。そうだね、事務所が見てる。そう。で、仕事もそんなしてない時との比較だから、あまり分からない。あ、本当。ただ、うん、わからない。お前、周りの新人とか同期を見て、写真の変化とか、意識の変化とか、あ、はあ、考え方の変化って自分であんま実感してない？してるわ、それはある。あ、お前、分かってないな。分かってないなって言い方おかしいけど、例えば新人で半年間でこの変化っていうのは同期と比べてごらん。今仕事をしてるしね、オーディションっていう変化は分かんないかもしれないけど、はいはい、じゃあコンポジ1枚見て、写真1個見て、じゃあブックを見て、意識を考えて、お前は他の新人と同じスタートから同じ半年間の成長ぶりなの？それがダメだ。ああ、確かに。そうですよ。どう？まあ、多分大輔さん効果は大きいですけどね。何効果が起きるの？例えば知識、はい、知らないこと、大人が知らなくてもいいと思うことまで教えてくれるからね、カオスまで悪い知識だ、ね、まあでもそれ含め知識量と、海外に行きたいって思ってたけど、それについたってなんか、そうだな、誰かから知識を授からなきゃ。これ俺おっさんの意見だけど、若い子の悪いところね、事務所に入って事務所が全部してくれると思い込むのはダメです。ああ、そうは思ってないです最初から。うん、事務所は本人にやる気、自分で何をしてくるか、もっと考えなさいって言われたこと、あとお前が事務所に来られましたら、これが言ってることで、まである程度似ていたわけでしょ。理由は簡単で、プロが客観的に長い目で見た場合と、若い子が最初にこうかなかなと思うのはちょっと違うってことね。そうで、事務所が多少ないでも考えてくれたし、お前の意向を組んでくれたし、はい、でお前もそういうに多少ない答えだけで坊主にするっていうね、気合いっすよマジでやる気を見せた、でこれは変化が起きたわけじゃないね。一発目取ってお前事務所入って半年で東京のオーディション受けられますとなかなかないと思う、ね、え、そうなんですか。俺遅いかと思ってました。でも、あ、焦ってました。最近、あ、そう、他の同期と比べてもらえいないですよ同期が。同期っつうか他の事務所とかでさ、オーディションで会ってた、あ、最近、まあ、分かんないか最近の人とかでも分かんない。同い年ぐらいの人も多分いないし、あんまり、うん、お前はね、分かってないよね。ラッキーなんだよ
いろんなことがすごく。おいくつでしたっけ？18 years old。 お前それであれだよ、事務所入って、だって高校生の間に事務所入ったんですね。はい。で卒業したと同時に俺と会ってワークショップ受けてるんだよ。それでお前1年も経たずに海外に挑戦しようって言ってるんだよ。はい。普通無理。そうっすか。普通は無理です。だって言い方悪いけど行くだけじゃないですか。俺が何もできなかった。だからね、お前は行くための準備とかをほとんどの人は知らないし。あ、そっか。準備も知らないし、金もね、必要なアイテムもみんな知らないから。でお前が言った通りお金もみんなないじゃん、余裕は。で行って自分が足りないことに気づかされて、失敗すればね。何回も言ってますが、海外に挑戦して事務所に入る人が10人に1人ぐらいです。で10人に1人が事務所に入って、それは10人ってのあれだぞ、日本でモデルやってるやつなんですよ。そのうち10人に1人が海外の事務所に入られて、海外でオーディションを受けられることになり、でその中の海外に所属したモデルの10人中1人、まあ2人5人に1人とかが仕事を経験できる。例えばさ、コレクションの関してはね。そうそうそう。だからモデル始めて1年で海外でもうなんかしましたって、なかなかだと思うよ。そうなればならしね。なればね。なればです。だから楽しそう。楽しそうっすよ。あんま多分緊張しないと思う。もう楽しみでしかない。あ、ほんと。わかんねえ。リハーサルとか始まったらね、これテレビ番組だったらさ、じゃあショー歩いてトップ止まった時に困っちゃってくださいとかって、そういう無茶ぶり約束たまにあるじゃん。できる？お金次第じゃないですか。なんだよそれ。お金もらったらやるの？だってそんなやったやつ聞いたことねえよ。18歳でお金次第とか言うなよ。お金次第じゃん。もっとピュアに来てくれよ。悪いやつだね。やりますよ。あ、やっぱお金大事？だって仕事にしようとしてるんだもん。そっか。なんでお金大事なの？だから仕事にしようとしてるからじゃないですか。もう何、プロ意識が芽生えてきたの？プロ意識っていうかモデルってものに対しての意識じゃないですか。思い入れか。なんかなんとなくできればよくて本業は別でもいいやみたいな感じじゃないから、お金とかは大事じゃないですか。いいこと言うね。うん、お父さん思います。お父さん若い子はね、憧れでモデルやろうとする。あ、そう、いろんな意味があるな。最初は入り口はそれでもいいと思うけど、それだけじゃなくて実際プロってなった場合、いいし考え方もやりようも全然変わってくるし、楽しいだけじゃないのがプロだし、クライアントがいるのが当然だ。自分が主役じゃねえんだモデルって。まあみんな勘違いしてるね。かっこいいから美人だからモデル、ちょっと違う。そうそうそう。自分が見せる、人に見せたいものをさらに数倍よく見せるためのアイテムみたいなもんだな、モデルって。っていうのを理解しないと、プロのモデルってどうですかって、いろんな意味があるけどね、人それぞれ意見違うわけ。